はい、どうも皆さん、こんばんは、マー君でございます。いやホットモット新発売ですね。今日もね、お話ししましょう。今日はね、ホットモットのね、中華あんかけご飯と、海鮮中華あんかけご飯。そう、エビホタテ入れるね、海鮮中華あんかけと、通常の、中華あんかけを。ご飯の方買ってきました。今日ね、二つ新発売。通常ね、まあ例年もあるんだけど、この中華あんかけって。これ時期をずらして出てくるのよ。通常の中華あんかけと海鮮の中華あんかけがね。でも今年は、なんと、両一遍に、来ちゃった。まあそういうことで、食べたいと思います。どうする？かけるか。まずバーンとかけちゃう。よし、かけちまおう。かけようではないか。良いではないか。かけようではないか。こっちがね、中間かけ。で、こっちは海鮮。海鮮の方に。あれ？同じじゃないか？大丈夫か？え？これ、とくって書いてあるってことは海鮮でいいんだよね。あれ、でも、まあ、見た目も、まあ、大丈夫だろう。大丈夫だと思う。まさかの両方とも中華あんかけご飯になってはないと思う。はい、それではかけます。ドバーン。大丈夫。ちゃんとこっち海鮮入ってる。いやー、よかった。いや、それでは、お疲れ様です。SSS乾杯です。お先です。すいません。はい、うっすうっす。おいしいね。いいね、このビジュアル。いいね、おいしそうだね。やっぱこれご飯がいいかなと思った。ではこっちの中華あんかけ、海鮮ではない方からまずいただきたいと思います。わあ、いい匂い。いただきます。抜群に。この抜群には、あ、このあんが喉越し。非常にご飯というか、これは美味しい。中華風なんだけど、あっさりとしての。続きまして、海鮮の方にだと、海鮮エビホタテ入り。いただきます。抜群にうまい。ベースの味付けは一緒です。でもエビホタテが入ってる分ね、美味しいよ。お野菜もたっぷり食べるさ。スナップエンド。いや、美味しい。
これはいいね。ああそうや、あのこの話しようと思ったの、ちょっと前からさ、コメントが消えると、で一時的に消えて、あのコミュニティのねコメント、朝ごはんのコミュニティのコメントが一時的に消えて、その後また復活すると。で、あれはね、多分あの嫌がらせを受けてるってことですね。はい。こう YouTube こう動画上げるとね、ちょっと複数の人がグルになって低評価ボタンを押してやろうよみたいなことをやってる人たちがいるらしいんですよ。嫌がらせで。で、多分その人たちがコメントしてくださった人たちのコメントを通報してるんだよ。コメントのさ、横にさ3つボタンがあってさ、報告するっていうボタンがあるじゃない。で、それでその良くないコメントだみたいな、そういう報告をしてる。それをグルになって何人かでやるもんだから、コメントが一旦非表示になると。で、YouTube の方のチェックが入って問題なかったらまだ再度表示されるっていう。多分そういうことになってんだと思う。それ以来でさ、一時的にコメントが非表示になることだってないのよ。今の YouTuber の嫌がらせってのは本当にいろいろあるんだよね。本当でも私はどんな嫌がらせにも負けません。どんな暴力にも屈しません。ああうまい。複数で本当にみんなグルーの低評価ボタンを押したりするのもあるも意味ないのよ。低評価ボタン、高評価ボタンってそういった機能では ないんだけどね。嫌がらせしてるつもりなんだろうけど、だと嫌がらせになってないというか。まあいいんですけどね。相手にしないのが一番だと思います。あーうまっ。今朝も寒かったね。車の窓ガラスなんかもうカチカチに凍ってた。思うんだけどさ、埼玉県越谷市でさ、今朝の最低気温がアウトテンプルマイナス1度よ。マイナス1度であんだけ車の窓ガラスに霜が降りてさ、この炭酸水の空いたね空の容器に水を入れてね、それをバーってかけて溶かして、でも半分ぐらいしか溶けなかったんだけど、まあちょっと暖房つけてさ、で溶かしたんだけど、で普通の運転するんだけど、あれすっごい寒い地域の人たちってどうなってんだろうね。窓ガラスとか もうガチガチに凍りそうだよね。でもガチガチに凍ったからって言ってさ、凍ったその車のねフロントガラスにお湯はかけられないの。お湯かけたらどうなるかって、割れちゃうから。だからお湯はかけらんないよね。そうすると水でやっぱあれすごい寒い地域の人がやるのかな。
水かけだって年がいい人ですね、かけたら水が凍るんだから。中途半端にかけたらかけない方が良かったと思うぐらい。おいしい、ほんとこの中間がいいわ。もう結構みんな今日これ買ってたね。日本人が楽しみにしてるんですよ。ちょっともっと味がそれ。うん。お腹いっぱいになってきた。お弁当2個が日に日に辛くなる年頃なんです。うん、まくん頑張るよ、ほんと。どんな嫌がらせにも負けない。悲しくったって苦しくったって YouTube の中では平気なの。おいしい。ああ、腹いっぱい。ああ、腹いっぱいだった。いや、美味しかった、ほんと。ゲップ出たらちょっとお腹の楽になった。美味しかった。はい、それではごちそうさまでした。皆さんまたお会いしましょう。さようなら。